ライズチャンヒョンリーの鉄拳炸裂一撃 KO 山口優馬が吹っ飛ぶアベマプレゼンツライズワールドシリーズ2023ファーストラウンド2023年7月2日日エディオンアリーナ大阪第一競技場第9試合オープンフィンガーグローブマッチ 63kg 契約3分3ワール マルチャン・ヒョンリー、韓国ラウン、第5代、ライズ・スーパー・フェザー級王者 62.、62.85キログラム。KO1R1 分、11秒左フック。かける、山口優馬、同家クラブ、ライズ・ライト級、11位62.80キログラム。韓国の鉄拳リーは、強打を武器に、数々の日本人ファイターを撃破。2017年に、ライズ・スーパー・フェザー級王座を体感。 2018年には、ノックアウトアジアトーナメント、肘ありに出場すると、町田光、森洋介を TKO で下し決勝戦へ駒を進めたものの、ヨードレックペットに敗れ、準優勝。2019年3月より開幕した、ライズワールドシリーズ 61kg トーナメントでは、1回戦で勇気に勝利したが、準決勝で梅野源氏に敗れた。 2022年7月、約2年半ぶりに来日して、暫定王者のカズマと王座統一戦を行い、ダウンを奪われるも、逆転 KO で初防衛に成功。10月には中村博士から2度のダウンを奪って、TKO 勝ち。今年1月には、日立ヒューマとの延長戦にわたる激闘で勝利し、2度目の防衛に成功した。戦績は29勝、15KO12 敗1分。 山口は大阪山口兄弟の弟で、イノベーションディープキック 60kg 級でタイトル獲得経験を持つ。ノックアウトで活躍し、兄同様の倒すか倒されるかのど付き合い、ファイトを展開。ライズでは2019年7月の高楽園ホール大会で、4勝 4KO 無敗のホープ森、コーズ新を2 r ールに KO で仕留め、9月にはライズスーパーライト級王座決定戦へ進出したが、 山田幸宇景に慶応負け。2021年5月にライズ初の OFG マッチでダーマンと対戦して慶応負けを喫し、2022年2月のライズファイトクラブで再起戦を行ったが木村ケルベロス風太に判定負け。8月には伊藤清成と対戦も偶発性のサミングによる負傷判定での勝利と不完全燃焼に終わった。 戦績は20勝 14KO15 敗2分。1R、リーはしっかりジャグをついていき、右ストレートの強打。山口が左ボディを打つと、左ボディを返す。徐々に回転を上げていくリーは、左ボディを叩き込んでからの左フック。山口は吹っ飛ぶようにダウンし、激しくマットに頭を打ちつける。立ち上がろうとするも、頭が上がらず、リーの衝撃 KO となった。 リーはマイクを持つと、これからも強い選手と戦って勝てるように努力します。世界で戦う選手の応援よろしくお願いします。と、笑顔でアピールした。